ちは、カヤです。今日は戦国団体、みんな知ってます？僕が初めてベルトを任せてもらった団体なんですけども、今なくなっちゃったんですけども、そこの、社長さん、代表の方とちょっと飯を食う機会がありますので、ちょっと今日はちょっと今も言えない格闘技界の裏事情だったり、戦国のなんで潰れちゃったのかとか、まあ聞けるところは聞いて、ちょっとあれこれ探っていきたいなと思います。ちょっと皆さん付き合ってください。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。今日はよろしくお願いします。聞きたいことがたくさんあって楽しみにしてるんで、はい、質問ちょっと、すみません緊張してます。質問をまとめてきたので、僕がちょっと質問する形で答えられる範囲でいいの で、はい、了解です。ぜひよろしくお願いします。じゃあ、美味しそうなの出てきたら食べながら行きましょう。はい、じゃあいただきます。じゃあ早速なんですけど、はい、いいですか？いいですよ。じゃあまず、何でも僕が所属してる時に戦国の団体がなくなっちゃったんですよ。うんうん、その本当の理由というのをちょっと一番知りたい。まあ、その理由をお願いします。それはあの時に記者会見もしなかったし、はい、説明も関係者に説明も何もしなかった、ね。はい、突然なくなっちゃったイメージです。そうだね、はい、そうなんだね。それはね、私もね、心残りというか、ちょっと後ろめたさがあるにはあるんですよ、業界に対してね。はい、まあ、その話をするにあたって、まず最初に戦国ができた経緯は知ってると思うんだけども、あ、はい、まあ、プライドがなくなって、はい、それで非常にその盛り上がった中、プライドが急に終わったと、はい、その中で、まあ、選手もファンも行き場がなくなって、どうしようかという話の中で、まあ、2つの団体が、準メジャーができたわけですね。ドリームと戦国、はい、戦国の方には、まあ、結構その、まあ、両方に分かれたのかな、選手がね。そうですね。それで戦国の方はこれ始めたきっかけがレスリング協会さんと、はい、それからずっとその格闘技団体を、まあ、スポンサーとしてきた格闘技、総合格闘技が大好きな土俵での安田会長と、これからもうみんな忘れてるかもしれないんだけど、もう一社ドン・キホーテと結構ね、安田会長の中に、CWE さんとか、それからもう一つは大手で有名な、最近スケートとかいろいろスポンサーとしてる木下工務店。最初やられてましたね。そうなんです。一番大きいイメージ、はい、あります。木下工務店さんと、はい、そういうそのメンバーが集まって、考えるととんでもないですね。そう集まってワールドビクトリーロードという戦国を運営する会社を作ったんですよね。はい、その時は私はまだドンキの本体に乗って、オペレーション本部の方の役員やったんで、直接は絡んでなかったんですね。これ、まあ、そのワールドビクトリーロードをやるにあたって、ドンキホーテは当然言うまでもなく流通小売業なんで、そういうイベントを運営するノウハウだとか、そういう人がいないんだよね。はい、それで、まあ、私の前任者の啓示、はい、啓示が中心になって立ち上げたわけです。はい、それで、まあ、かなりイベントをやってきたんだけども、はい、何回目で私に、まあ、啓示が前半戦、はい、まあ、後半戦が私みたいな感じで、まあ、なったんだけども、それになったきっかけがやっぱりね、興行自体が成り立たなかったね、基本的には。
金銭的に、そうそう、ビジネス的に成り立たない、はい、全然成り立たなくて、それでその成り立たなかった理由は、あのテレビ放映がなくなったわけですよ、はい、テレビ放映がなくなって、地上波の、あの頃はその地上波とスカパさんぐらいしかなくて、地上波がもうメインだったんですよね。でプライドのメインの地上波がなくなったらば、やっぱり収益がほとんどなくなってきて、はい、ビエート収入、いわゆるあのチケットの入場券しかなくなったわけですね、はい、あとスポンサーのお金ですよね。そうなった時にやっぱり収支が全く合わなくなってきた。それで支出の方はあのプライドの選手の高いギャラをそのまま引き継いでるところがあるので、びっくりするようなギャラの選手がいるわけですよ。だからその市場の価値とそのあのギャラとね、あの合わないようなあの支出が生じてるわけですよ。の金額とかはいいんですけど、その当時一番高かったのは誰選手ですか？誰だろう、当時、まあ、最終的に一番高かったのはあれだけど、あの石井聡なんですけども、ああ石井さん、ゴミさんじゃないですか？ゴミじゃないと思う。石井さんなんですか？うん、あの日本人はそんなに高くなかった。あの海外の選手がやっぱり1000万以上がいっぱいいたから。それでただ、ね、そこにもあの結構ね、あのちょっとクエスチョンのところがあって、であの選手がそのままもらって、そのあの数パーセントをマネジメントが、選手マネジメントを取るという形式じゃないなんかだね、どうやらね、いろんな利害関係者がいて、利害関係者が結構持っていくみたいな関係になってたんだね。それでだからその収入は少ない。あのそれからその地上波がないからスポンサーもつきにくい、ギャラは高いというので、まああの一致大会やるごとに膨大な価値が出たわけですよ。それはね、僕が引き継いでからびっくりしたんだけども、どうしようかと思うくらいな赤字が出てたわけですよ。それで最終的にチーンってしまった時には、あのドン・キホーテグループは約10億円、え10億円損失が出たんですよ。戦後だけの損失、そう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 、まあ、これなかなかね、言っていいのか悪いのか分かんないんだけども、今のそんな感じなんですよ。うわーすごいっすね。それだからその当時僕らが言ってたのは、あのビル1棟どこかの店舗1棟買えるよなと、そうね、いうような話ですよ。まあ、これ話すとちょっと怒られるかもしれないんだけども、まあもう昔の話なんだけどね、もうそんな感じだったんですよ。それでその非常に収支が悪くなってきてね、それで活路はやっぱり地上波だからね、はい、それで私に引き継ぐ前にやっぱりみんないろいろ苦労して地上波アプローチしたんだけども、やっぱりプライドショックが大きすぎて、どこもそのまともにはね、やっぱりあの MMA のコンテンツ扱えないということで、まあ、あの本末転倒なんだけども、テレビ東京さんに莫大な制作費を押し上げして、逆だよね、本来放映権もらってもらえるのが、逆にその番組買い取って やるみたいな。僕も何度か出させていただいたんですけど、当時あの日曜日の深夜にやられてたじゃないですか。そう結構あの時間帯ってレアでして、僕結構キャバクラ嬢の人たちが見てくれて、結構あのおかげさまでちょっとあの美味しい思いをさせてもらったことが何度かあって、あの日は本当に頭が上がらないです。あの番組で七尾さんも来てくれて、それ怒られない今の話は奥さんに。あ、大丈夫過去の話は大丈夫ですか。七尾ちゃんも来てくれて、はい、いろいろ良かったです。はい、良かったな。めちゃめちゃあの時はもう感謝します。それあの選手はあのやっぱりそういうのがないとやっぱりモチベーションも上がらないしね。本当そうでしたね。モチベーションも上がらないんで、はい、あれなんだけども、やっぱり団体としてはすごい、やっぱりそれがねきついわけですよ。高いです。はい、高い。それであのやっぱりね、もうこんなに一方的に赤字をね垂れ流すことはやっぱりできないということで、木下コムテンさんが離脱したんですよ。あのだからその大きなそのあのなんていうの、あの協力会社の一社が、はい、あのもう頼むからやめたいと言ってやめちゃったわけですよ。これでそうなると、あの仕方なくですね、仕方なくっていうのは変なんだけども、やっぱりドン・キホーテが基本的には一番大きかったし、まあ、あの安田会長の思い入れになったので、じゃあドン・キホーテが運営しようということになって、あのドン・キホーテが運営しようと
そうなんですよ。これでその今まで参戦はこれだけそういうその、まあ、立ち上げで頑張ったけどもものすごくその負の、まあ、経済的損失が出たんでね、まあ、ここはあの経営的にもうちょっとそのビジネスの視点でできる人間を当てなきゃいけないということでお前家って言われたんですよ。お前家って言われたってあるじゃないですか。ただあの大学大学に出てるだけで素人なのにね、まあ、確かに MM が好きだったけどもお前行けって言われて、え、自分ですかと。ドンキのあの役員連中、みんな逃げるわけですよ。会長とんでもないっつって、それは向井さん、向井さんがっつって。これで会長も、お前しかいねえだろって言われて、もうそうですけど、わかりましたって。俺はあのその他に4つの部門 の, あの責任者やってたから、めちゃめちゃ大変でプレッシャーもあるのに、お前行けって言われて、5つ目ができた。この5つ目が大変で、本当に大変だった。だから普通の業務終わってから夜に選手と打ち合わせして飯食うとかそういうあの焼肉とかも全部縛られたからドンキ絶対公平がないからそうなんですか。全部縛られてこれ多分あの1年300万ぐらい使ってくる、そんな感じでまあやってたのね、はい、これで当時その1大会、まあ、結構費用かかったんだけども、うん、数千万のやっぱり1大会やることで数千万の赤字が出てた。これ結構ビビるよね。そうですね。僕が 出始めた頃の最初のこの有名選手結構ギャラがかかる選手とかあんま出なかったんでちょっといなくなっちゃった感じがあったんですよ、うんうん、なんでこう規模がちっちゃくなったなってのは僕最初の方から見てて思ってはしたんですけどもそういう裏事情ってのはそうそうだから演出もやめたし、はい、これからあのそのねあの私が、まあ、今ギャラだけじゃなくてもう一つの視点があったけどもちょっとあのグレーなその色があるような選手だとか、ギャラとその市場 の, そのニーズが合わないような選手の関係者を排除していたのね。グレーと言いますか。グレーというのはやっぱりそのよく言われるね、その反射じゃないけれども、その反射的なところといくつか挟んだら関係があるような人たちとかね、そういう人たちはあの。ちょっと考えるといくつか思い浮かぶと思うんだけども、いなくなった人たち何人かいたんですよだからそういう人たちにねやっぱりあの選手と一緒に退場してもらうというような話になったし、だからあの結構有名なあの選手であのプロとかもやってる有名な選手いるよね、ヘビ級の、あのそういう選手なんかも私になってから1回もアポイントしたそれは合わなかったんですね。だからそこでいろいろ創意工夫しようとして、それで赤字の幅もその1大会5000万ぐらい出てた赤字が私に代わって2000万とか3000万の赤字に圧縮していったんだけど、それでもいくら工夫しても2000万の赤字が出るわけ。そのたびにワールドビクトリーロードにお金がないので誰も他のスポンサーもついてくれないので、あのドン・キホーテの方に私が大会が終わるたびに始末書と次の大会の稟議書を出してるとこれだけ貸してくださいっていう、でも規模が多分会場だったりその呼ぶ選手の規模が違うと思うんですけど、大体一大会イベントをやるのに大体どれくらい約でいいんですけども、大体どれくらいかかるものなんですか。まあ最近でもあの多分言われてるけど大体ですね、あの前期は大体1億円強化だと。1大会ですか。1大会。わあ。それで、あの後ろの僕、私になってからはやっぱりあの5、6千万だった。ああ、そんなかかるんですね。やっぱり会場費が、やっぱりあの国技館とか借りても1日にあの1000万近くするし、それやっぱり2日間借りなきゃいけないでしょ。これでアリコロとかあるところでも決して安くない。だから結構かかる。2日前、2日前やりましたね、あれやったらね、あれだけ消したから。あれを取るのも大変だったね。そうですね。代々木第二とかがちょうどいいんだけど、代々木第二だとちょっと規模が小さいし。代々木第二大好きだったんですよ。いいよね。僕はあそこの会場大好きだったんですね。ちょうど見やすいですし、見やすい、そうそうそう、規模も。そうなんだ。環境も。規模がちょっと小さいのと、やっぱり、取りにくいんだよね。すごい。これで、アリコロなんかは、テニスだ。中なので、テニスの協会の方にお願いしてね。そっち側
福井さんとかの辺に入れて、これなんとか取ってもらって。で、まあちょっと話、この流れのちょっと聞きたいんですけど、今、うん、何億かかったっておっしゃったじゃないですか、うん、まあ、クラウドファンディングライジングでやってて、その額が、僕もちょっとびっくりしたんですけども、うん、5000万っていう額だったじゃないですか、うんうん、あ、この5000万とかでワン大会開けるのかなっての逆にびっくりして、 USC とかこの間ペーパービューで10億売れてたとか、うんうんうん、売り上げが出るじゃないですか、うんうん、もちろん海外と日本と比べたらあれなんですけども、うん、それぐらい一大会かかるもんだと、かかるもんでかかるもんなのかなと思って、今こういった話聞かさせていただいて、億がかかるのに5000万っていうのはどういう、あれはやっぱりそのどうやって継続しようかということで、ライジンのその経営者は考えたんでしょうけども、やっぱり中途半端ですよね。これ5000万多分俺、今の状況だと集まらないんじゃない。あ、本当ですか。今、どれなんですかね、5000万。2000万いってないでしょ、さっき見たら。本当ですか。うん、多分ね、ライジンさんは演出なんかもすごく派手にやってるから、1億は絶対かかると思いますよ。大会ですか。うん、選手のギャラはまあそんなに高くないと思うけども、かかるよね、どう見ても。その5000万っていうのはどこに使っちゃうというか消えちゃうんですかね。5000万はだからあれなんじゃないの、そのスポンス、あとはスポンサー費と放映権かなんかで収入があると見てるんじゃないですか。ただまあ、コロナがあるから余計なんだけど、外人が、まあ、日本でもメジャーと言われる今1個なんだけども、やっぱり厳しいと思うんだよね。厳しいというのはやっぱり地上波に頼ってるじゃない。地上波に頼った、フジテレビに頼ったビジネスモデルだとやっぱり厳しいんだろうなと思います、僕は。それはなぜ一番何がこうテレビがなかった時の収入ってことなんですか。フジテレビがね、今後 そのコロナが終わったりなんかしたら今回中継するのかどうかわからないけども、地上波でやればやっぱりある意味ある種のスポンサーはつきやすいんですよ、はい、例えば非常上の大手だとかなんか特殊な広告宣伝がしたいようなね、ところはスポンサーにつきやすいんだけども、がゆえに、地上波がゆえにやっぱり視聴率を優先しなきゃいけないじゃない。だからそこでブレちゃうんだよね。だからまあ、言葉悪いけど、すごい際物みたいな人たち の戦いだとか、本当にそのアスリートがなんていうのかな、その技術を競うような試合じゃなくなる試合がいっぱい出る。昔ながらって言い方は悪いですけど、それこそ有名選手と有名人と有名人みたいな戦いをして、それでお茶の間が盛り上がるみたいな。盛り上がる。それって昔のプライドファンの時のお茶の間はある程度盛り上がるんだろうけども、はい、今の例えば20代30代10代の人たちはピンとこないよね、きっと。だからやっぱりどうしてもその YouTube とかに時間を取られちゃうだと僕は思うんだよね。やっぱりその辺が立て付けがビジネスモデルが厳しいと思うんだよね。それはあれなんですかね、スポンサーの定着とかって関係はあるんですかね。これは当然ありますよね。これでそのスポンサーもね、僕もちょっといろいろ前から考えてるんだけども、例えばね、その MMA はスポンサーが特につきにくいんですよ。そうなんですか。それはね、例えばね、プロレス、プロレスなんか新日は例えばブシロードね、ブシロードがバッチリスポンサーで、まあ、経営もやってるけどもついてるね、はい、例えばその立ち技系は近年また盛り返してきたけども、このライズなんかはサイゲームズがしっかりやってるでしょ、はい、それでじゃあその MMA このライジンだとかディープだとかパンクラスシュートはどこがやってるのか、まあ、ドンキが大臣以外頑張ってやってたけども、やっぱり年々できにくい環境になってるんだよね。それでやっぱりそのスポンサーがやっぱりスター収入とゲート収入とそれからその放映権しかないので、でもグッズなんか知れてるんだよね。その辺伸ばすためにそのやっぱりプロレスと
立ち技系と MMA と比べると MMA はスポンサーが極めてつきにくい。キックより MMA の方が人気ある僕のイメージなんですけども、キックの方がやっぱあれなんですかね、どっちが視聴者的に。多分ね、無理なくゲート収入、その入場料のあれも、ガイズなんか大抵満員になってるのね、無理しなくても。やっぱりその天使のあれはあるんだろうけども、やっぱりそのみんなで乗りやすい、応援しやすいというような競技のあれは特性があるんだろう。これで MMA はスポンサーつきにくいのはやっぱり大きく2つあって、これは僕の試験なので、それは業界の人は違うというかもしれないけども、2つあって、1つはやっぱりそのさっき話がちょっと出た昔からのそのちょっとあまりそのオフホワイトというかグレーというか、そういう人たちにつながってる何かその匂いがあるんですよ。具体的に私なんかはっきりと分かるんだけど、世間の人もなんとなくそれを感じてる。でそれを感じてて、それが特にね、感じてる人たちがビジネス界のお堅い人たち、公約所であったり金融機関であったりね、そういう人たちがものすごくそれを大事にするので感じてるんですね。それがプロレスなんかはもう振り切ってるから、昔から伝統的なことであんまりそういうのも意識しなくてもいい。これで立ち技系もそういうのはあるんだけども、だいぶポーターされつつある。それでもう一つはやっぱり MMA はテレビコンテンツにしにくいんですよ。それは一つはね、よく言われるんだけども、僕がそのテレビ局と交渉した時も結構言われたことが大きく2つ。一つは流血なんですよ。流血で残忍性があるということ。結構その MMA は切れても続けるし、はい、それからそのマットにこうアップしたらね、あの時アップしたら血痕がいっぱいついてたりね、はい、ああいうのはやっぱりゴールデンタイムに流せないですよ、とても。と言われるんだよね。でもう一つはタトゥーがガンガンに入ってる選手。ワンポイントとかだと別にね、それは誰も許容するんだけど、ガンガンタトゥーが入ってるような人はやっぱりその健全な精神と肉体の育成につながるスポーツじゃないんじゃないのというような感じで、やっぱりテレビから嫌われるんだよね。そうなるとね、上場企業はスポンサーにつけないんですよ。戦国を辞めた理由はそれがあるんですよ。